わ。よし、次。お前前に出ろ。ああ、早くじろ。やめてくれ。新キラーク、おやめください。どうかこれ以上の無体は。うぬは剣王様からこの村を預かったわしに逆らう気か。しかし剣王様がおられた時はこのようなことは。剣王なき今わしらが天下。貴様らが泣くも笑うもこのわしの気分一つ。ありがとうございますが、このままではお逃げくだされ。心配することはない。死ぬのは奴らだ。Thank you.
悪すぎて話しにもっと重いやつを出せ。貴様にこの村は似合わない。この俺がもらい受ける。龍が剣王様が消息を絶った後、火の速さで剣王様の行尊を奪い取った男。殺してやるわ。なんだ。寒い。これは泰山天狼剣。この剣はあまりにも早く、流血の間もなく陶器さえ感じさせるという。北斗神拳伝承者、剣士郎だが、一度会いたいと思う。これだけの陶器を持つ男に出会う。お前で二人目だ。この乱世には大木が必要なのだ。強大な力を持った支配という名の大木がな。剣士郎、いずれ会うことになろう。変わったことは、あなたの伝説を汚すであろう枝を払っておきました。龍が、褒美は何を望む？もし許されるなら、剣士郎との戦い。よかろう。
止める理由はない。ラオウとケンシロウ、わからぬ。果たして時代はどちらの巨木を欲しているのか。だが時代は急ぐ。許せ我が妹ユリア。強烈なる巨木なくばこの世は収まらぬ。そのためなら天狼は望んで血に飢えた魔老となろう。トキさん、今日はこれぐらいにして休んだ方が。まだ大丈夫。次の人を呼んで。いや、見てくださいよトキさん、俺この通りこんなに良くなりましたよ。しばらくだなトキ。やめてトキさん、もう戦えないわ。せめて安らかに死なせてあげて。北斗神拳の神髄は怒り。怒りなくしてケンシロウの剣は全てを発揮せぬ。ケンシロウがこの俺に倒れるようであれば時代は奴を必要とせぬ。その全身に浴びた返り血がお前の涙に見える。ならば殺すがよい。この定められた男の命が次の時代の礎となるならば本望。頭は下げぬぞ、トキ。トキ、トキさんが龍河の城に。来たな、ケンシロウ。なぜ狂気の殺戮を。買えばわかる。天王の剣、受けてみよう。
けてみろ。この剣、運動の剣、お前もあの世へ送ってやろう。運動の剣、受けてみよう。その男はすでに自分で自分にとどめを刺している。影腹龍河は狂気の殺戮に走る前に自分で腹を割った。平和を求め、あえて狂気の殺戮をなす麻呂となった。しかし剣王の覇権が完成に近づいた今、麻呂の役に自ら幕を下ろした。今こそ確信した。時代はこの男、ラオウよりケンシロウを。宿命、全ては天狼の宿命だ。天狼は乱において天帝の使者となりて北斗を戦場へ誘う。ケンシロウ、お前を選んだ我が妹ユリアの目に狂いはなかった。悲しむな、ケンシロウ。悲しみを怒りに変えて生きよう。剣王の統治は恐怖によってなる。されどその後の平安はお前の手で。龍河よ、行こう。乱世に生き殉じた男たちのもとへ。私たちもまた星となり、熱い男たちと共に剣士の王を見守ろう。また一つ悲しみを。でも悲しみを背負うごとに剣は大きくなっていく。雲が早い。動くか、ケンシロウ。